と2次予選で200勝を達成いたしました伊藤達夫選手です。よろしくお願いします。お願いします。今回、目標森田選手ですね、はい、後輩の森田選手に任せてレースでしたけれども、はい、実際走ってみていかがですか。まあ、そうですね、あの森田君の気持ちも入っていましたし、あの4社で並べたっていうのはすごくあの自分たちにとって有利だったなって思いました。最後、まあ、しっかりかわしてっていうところだったんですけれども、かなり余裕にちょっと見えたんですけれども、そのあたりいかがですか。まあ、そうですね、あの状態は前回から上がっていたので、まあ、引き続きいい感じで走れてますね。ちなみに、3場所前に落車ありましたけれども、ここに向けてっていうところでどのような感じで仕上がり具合とっていうのはどうでしたか。まあ、そうですね、ちょっと落車前もすごい良かったので、ちょっと悔しい部分あったんですけど、まあ、できる限りのことを尽くして、まあ、間に合ったかなっていう感じです。明日が、地元記念の準決勝ですね、はい、迎えるわけですけれども、そこに向けての意気込み一言お願いします。はい、まあ、準決勝、地元の記念の準決勝ですけど、まあ、変わらずラインのために走った結果がついてくればいいなと思ってます。それではファンの皆様に一言お願いします。はい、明日も明後日も全力を尽くします。よろしくお願いします。